毎度ネギ前です。はい、というわけでちょっと前髪がね変なんですけども、今日はこの冷蔵庫の中身を紹介したいと思います。対してね、その動画にするほどのもの入ってるわけじゃないんですよ。まず冷蔵庫どこのなんやろ、気にしてない。でどこのかわからへん、どこのなんでしょう。これぐらいのね高さあるんですよ。肩よりちょっと下かなぐらいのサイズの冷蔵庫だから、そんなにね小さすぎず、でもまあ大きすぎず、ちょうど自炊する方とかはやっぱこのぐらいのサイズはね買った方がいいと思います。じゃあまずね、この上の方が冷凍庫なんですよ。紹介するほどのもの入ってないけどとりあえずねちょっと見てください。まずこれどこやったっけな、100均、これは100均じゃなかった気がする。去年一昨年ぐらいに海外のお土産をもらって、美味しいんですけどすごい匂いがね結構こう鬼追われたんですよ。それでね冷凍庫冷蔵庫がすごい匂いになったから、それ以来ねこれを置くようにしてます。であとここはね結構すっきりして、保冷剤ですね。これ前の何かしらの付録の時のミッキーの保冷剤と、これは何か買った時に付いてた保冷剤。それでは中身ですね。冷凍庫はこういう何も味付けとか下処理してない買ってそのままの合いびき肉、これはで、これがこれもただの普通の豚肉ですね。ジップロックとかにも豚肉とか言ってマーカーペンとかで書いておくと分かりやすくなる。で、ここら辺が、そう。字めっちゃ雑いけど、肉じゃが。肉じゃが用に下味をつけて冷凍してるやつ。待って、こういうことたまにあるんですよ。何のやつ？これもっともっと味付けしてるのを買ったやつかな。待って、分からへん。とりあえず鶏肉のなんかしらっぽい。こういうのあるから、ちゃんと、こうやってね、書きましょう。下味、これがチキン南蛮用にやってたやつで、ここが食パンがね食べきられへんなっていう時冷凍とかするんですよ。ラップにくるんで、あとジッパーでこう着袋に入れてね、空気が触れないように。これやると、まあ人それぞれね、てかこういう収納系も人それぞれやり方があると思うんですけど、私はこれやったらまあ大体1ヶ月ぐらいはね美味しく食べれると思ってます。でアイス、スーパーカップのバニラと抹茶。この前ね、キャラメルなんちゃら食べました。で、ここはチキンライスの冷凍のやつですね。グリーンピースと書いてる。これはここに入れてて、あとここ、うどん。私、冷凍うどんは絶対欠かさないようにしてて、常に買ってる。これ、声優のネットスーパーでね、よく買うんですけど、5個入って200円ぐらいかな。でスーパー行って安い時はスーパー、普通のねスーパーで寄って帰って買って帰ってきたりするけど、今はねもうほんと全然出かけてなくてっていうのと、これ結構前にね買い置きしてたやつやからちょうどあって、食料がね減ってきた時に食べようかなと思ってまだ置いてますっていう感じが冷凍庫。はい、次ここね冷蔵庫です。下の段、冷蔵庫の方がちょっとね高さがあるんですよ。こんな感じです。そんな整理整頓できてないけど、とりあえずこのドアポケットから行きましょう。まずちょっとさっきね急遽捨てました、自分の本名が入ってるやつ、薬をね冷蔵庫に入れといてくださいって言われたやつをここにね入れてるのと、あとポッカレモン、これはねこの前いちごジャム作る時に買ったやつかな。あと卵がね前にね薬局行った時に安かったから買ったのと、ここら辺はポン酢、これも声優とか結構ね重いやつはネットスーパーでね頼ってて、送料とかかかるけどある程度の金額まで行ったら送料無料とかある。でも一人やったらそんなにね送料無料になるほどは買わないけど、でも送料自体もめっちゃ高いわけじゃなかったはず。だからお米とか水を箱で買うとか、そういう時にまとめてこういうのも買ったりしてます。でここら辺もなんかそう、絶対こういう入れ方嫌っていう人多いと思う。でも袋に入ってるからね、冷えピタ系すぐ偏頭痛とか頭がねよく痛くなったりするんですよ昔から。だからここに頭痛の時用の冷えピタ冷やしてるのと、ここら辺この前友達とタコパした時に買ったソースとか、あとこういうねお味噌めっちゃ便利、これで約24杯分のお味噌汁ができるっていう。普通のね、四角いやつも向こうに入れてるんですけど、こういうのも便利。あと焼肉用のこういうタレと生姜。これは生姜焼き作ろうと思ってこの前買ったやつ。で、あとここに牛乳ね、これもうなくなるから新しいやつ1本買ってるのと、
で、浅漬け、私ね、お漬物とかがすごい昔から好きなんで、こういうのも欠かさず入れてます。野菜好きな人にはすごい向いてるかも。あとこれ、薄力粉ね。続いてこちら紹介していきます。ちょっとアップします。ここね、見づらくなってるけど、ここは、あ、そう、とろけるチーズをこういう、これもまたチャック袋。プロセスチーズと、あとは、こういうお弁当用とかにはね、向いてるやつなんですけど、こういうの美味しいから置いてるのと、キュウリのキュウちゃんも私ちっちゃい時から大好きで、あとこういう子持ちめかぶとか食べたいんですけど、今タッパ空いてるやつがなくて洗わなあかんから、洗ってからねまた入れ替えようと思って、このまま、あ、そう、三色団子ね、ちょっと部屋が暑かったからっていうのと、今日すぐ食べるからと思って、もう冷蔵庫にね。あとはこういう私の好きなね、枝豆の天ぷらみたいなやつ、収納っていうか、なんか中身紹介になってるけど、まあ、とりあえずこういう木を今ここに立てて置いてるんですよ。で、ちょっと待って、カメラ置かれへんな。ちょっとわかるかな。この奥には納豆もね、健康にいいから、今も1パック食べて残り2パックしかないんですけど、これと、あとお味噌がね、ちょっと見えてるかな、ここお味噌、実家とかで使われるようなお味噌、こういうのが多いかも。でも一人暮らしやったら別にね、こういうやつでもすごい使いやすくておすすめしたい。あとオイコスのヨーグルト好きなのと、ここにはまたね、こういうチーズ、チーズ好きなんですよ。動物の森、私の名前、ゴルゴンゾーラ島です。あとね、作りましたいちごジャム、前にも動画にあげたやつの作り方と一緒で、これはこんなに入れてたっけな、あ、そう、これタッパがなかったからここに入れてまとめてるんですけど、かぼちゃの煮物、こういうやつと、あとはこれがナスの煮浸し、ちょっとごめんね、タッパじゃないから見づらいと思うけど、こんな感じでとりあえずタッパが開くまでまとめてます。匂いが漏れても嫌やし、だからちょっとタッパでね、今は。まあ上の段はこんな感じ。次一番下の段、じゃあ真ん中の段いきます。真ん中、先から見えてたと思います、このヒプマイのね、これウーロン茶で、私はねこれアニメイトで買ったんじゃなくて、前にその池袋のアニメイトの近くで自販機があったんですよ。それを私一回やって、友達も一回やってくれたんですよ。で、もったいなくて飲めずにずっと入れてます。これもね、期限がまだいけるからと思って飲んでなくて、去年ヒプマイのライブ行った時にもらったものなんですよ。この2本ね、一緒に配ってて、アンケート答えたらとかやったかな、もったいないっていうのと、味がちょっと怖い。あ、これもそろそろ買えない。これもね、匂い取りのやつ、ちょっと後で新しいのあるから入れ替えよう。で、これね、業務スーパーで売ってるウェイパーなんですけど、これもね結構役立つ。あと一人暮らし始めたらダイエットっていうか、スープとかよく作るようになる方多いと思うんですけど、そういうのにもすごいね役立つから、買っといて損はないと思う。あとあんま使ってないけど、コチュジャンと、なぜかいちごジャムもね作ったのに、これもあります。開けてるんで冷蔵庫に入れてて、これ最近ね、そのネットスーパーで買った粉チーズ、インスタントの混ぜるだけってやつ、パスタ自分で茹でて混ぜるだけのカルボナーラとかあって、その上とかにも振りたいなって思ったのと、冷凍のね、さっきお見せしたうどんとかがまだ残ってるから、それでここの牛乳と卵と合わせてやったら、これでね、うどんのカルボナーラもできるしと思って買いました。はい、次ここですね。ここは一回出します。でもね、漏れないようにと思って、浅漬け、これはカブラと、あとキュウリと人参だけですね、をさっきのこの浅漬けの素とかで切って、この浅漬けにつけるだけでいいんですよ。めっちゃ簡単でも美味しいし、ご飯が進むから食べてる。これがタコとキュウリのお酢のものです。薄めのタッパに入れてるのと、あとこれがカブラですねの、下の根本的なやつ、白い方と、あとそぼろのね、煮たやつで、こっちにカブラの下の正体がある、あ、葉っぱかの正体、これ葉っぱのね、カツオとかと佃煮にしたやつ、これもねすごいご飯進むから、と冷蔵庫に入れといたら意外と長持ちする、綺麗なお箸で取って。で、これが五目豆、めっちゃ私大好き。こんにゃくは私苦手なんで入れないです。で、これもネットスーパーで買った時にまとめて買ったしじみ、これをご飯のお供にしようと思って、こっちのね、おかずとかを作る前に買ってたやつだから、最近はおかずから消費してて、これはあんまり食べてないんですけど、まあ、日付がね結構長持ちで6月10日までなんで、それまでには食べます。あとここはね、4本同じやつ、アリナミン V ビタミン、これは前に博多豚骨ラーメンズのイベントにね行った時に
これも本当は早く食べたいんですけど、まだね2021年までの日持ちがするんですよ。8月8日まで両方とも。だからこれももったいなくて食べれてない。だからこのまんまの状態で置いてるんですよ。でこれ開けちゃったんで一応ね冷蔵庫に入れてます。結構気温も最近部屋の中暑くなってきたから、薄力小麦粉とあと片栗粉ね、これなんかちゃんと締まりにくかったからこのジッパーのところにねまた入れてます。ぐらいかな。うん、あ、じゃあ奥にもう一個粉も、前に友達とタコパスタ名残、あ、タコこっちに使えばよかったな、たこ焼きにすればよかった。一番下はもうここ一個だけ、私の大好きな人参、これは多分ほぼあの 100% 浅漬けになると思います。こんぐらいですね。というわけでこんな感じで私の冷蔵庫の中身でした。一人暮らし慣れたらすごい楽しいから、慣れるまでちょっと寂しいと思う人も多いかもしれへんけど、慣れたらほんまにマジで楽しい。ってことで今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まいどー。